ねえバンビ、いいよいいよおっさん、悪代官みたいな声のサンタさん。なんだ、お前のか。また俺のことハズレだと思ってるな。おい、ちゃんとプレゼント見て、そして謝れ、その態度。こんにちは、ブランドーと申します。はい、今週から勉強がいいみたいなんで、あ、勉強してこう。ふい。お？おう、プールサイドを走っちゃダメだよ。はーい。おお、素直な。はい、よくできました。お？うん。あの水しぶき、ひょっとして。お？俺が行く。チーフに連絡してくれ。あと AED の用意。え？落ちちゃったのかな、誰かが。おう、了解。広瀬です。はい、そうです、お願いします。あとは AED、 急がなくちゃ。おう、おう、うん、大人だった。おう、なんか、え、大丈夫かな、この人意識ないみたいだけど。え、藤山君。大丈夫だ、意識があるから AED はいらない。救護室に連れて行くから手伝ってくれ。ああ、意識あるんか。ああ、よかったね。あのバシャーンって音は何だったんやろな。お？うん、大丈夫。大丈夫かな。俺に何かできることはある。ち、本当に意識あるのこの人。え？大丈夫ですか。お気を確かに。慌てんな、落ち着け。あー、ごめんね、思わず。しかも人差し指じゃ引き上げられないよね。あ、俺は冷静さに書いていたね。よし、いいぞ。あ、引き上げます。うん、今日お疲れ様。あの人は無事でよかったね。おう、どうしたんだ。あ、なんか急にこう調子が悪くなって、プールの中に倒れて落ちちゃったとかなのかな。ああ、冷静になって考えるとやっぱ怖えな。うん、怖い。いくら泳ぎが得意で体力あっても巻き込まれることもある。相手も必死だから。うん、まあ基本的にそれはプロとかじゃない限りは、溺れてる人には直接助けに入ったりとかしちゃダメだからな。危険なお仕事ですよ。でも怖さを認識するのは全部終わった後だ。今回もそう。うん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 。ああ、そやな。やっぱ、こう人の命とかがかかってるお仕事やからね。そうじゃなきゃライフセーバーなんてやってらんねえんだろうけど。うん。高校生のバイトでもライフセーバーってできる？藤山くんなんか資格とか持ってるんかな？え、気をつけてね、藤山くん。お互いな。おう、俺も持ってるんか。取ったんかな？おう。はぁ、腹減った。なあ、なんか食って帰ろう。え？俺と一緒に？おうおうおう。おう、やっぱり藤山くんと仲良くなるには食べ物を通じて絆を作っていくことがいいみたいです。あ、何食べる？たくさんウインナー。うん、おう、ジェスのバーゲンに行かなくては。で、何が流行ってたんや？ロングスカート、グリーン、マフラー。ああのグリーンのニットが良かったよな。あはは。そしてマフラーも、ストール、マフラー、分からんけども、ロングスカートも持ってるし、グリーンの服も持ってるし。あ、この期間中は流行に乗れているな。うん、よく考えたら出歩きイベントじゃなくてカレンさんのチェックが入るかもしれないんで、この流行ってる学校で行こう。あ、これがジェスか。いらっしゃいませ。本日はバーゲンですから大変お得ですよ。あれ、ジェスの雰囲気ってこんなだったっけ。
ードで 30% オフにできたので併用して、このビビットとシックっぽい上着を買おうと思います。まあお金ないんやけどね、カメラ行ってみようかな。いらっしゃいませ。あ、ビビットの服見とこか。お、これはコウ君の持ってた服の色違いなのか、なんかちょっと違うように見えるけど、どうなんかな。あー、お金あったら欲しかったな。まあ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 。バンビー素敵。お、なるほど、ファッションチェックや。え、ちゃんと流行を抑えてるじゃん。いいよいいよ、似合ってる。あーはー、ありがとう。やっぱカレーさんも若干薄着やな。まあコート着てるけど、中はもう真夏のような格好。つらい息も白くなりますよ。このランゲフカータの方、それそれ、五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもんね。あは、チェックしてるよ。ただチェックしててもアイテムなきゃね、乗りようもないからね、流行の波には。あは、褒められちゃった。バンビが次のファッションレベルになるには、おお、うん、あと少しだね。次のレベルまでもう一頑張り。あは、頑張ろう。クリーパーです。ワンもフォーも1リッチと10リッチで選べたので、3だけそこ変わるってことはないと思うんで大丈夫でしょう。以後、ただ誰に渡すかだよな。うん、まあもちろん1リッチのものしか買えないんですわ。うん、まあでもこれは多分基本的には順番やろな、うん、キャラクターの順番。でもお菓子の山盛りサンタブーツ、これがルカくんで、 LED 電球付きキーホルダー、これがコウくんってことかな、うん、なんでコウくんは LED 電球付きキーホルダーが欲しいんやろな。ああ、あれか、バイクとかにつけて、鍵穴をこうピッて光らせて確認するやろか。アルパカのぬいぐるみ、これは位置的に言うと藤山くんかな。藤山くん、アルパカのぬいぐるみにご興味が。で、キラキラのストラップ。キラキラのストラップ。抽象的なもの。うん、多分、後輩枠。あ、キラキラのストラップが好きな後輩枠。ほほほほ、かわいいキャラかな。発車メロディー、目覚まし時計。ほう、これは位置的には今野先輩。あ、今野先輩もしかしたら電車とか好きなのかもな。で、おもちゃのテルミン。ほう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 、これしたら先輩なの？あの、位置的にはそうだよな。ピアニストにテルミン渡すの、しかもおもちゃの。虫の居所が悪かったら怒られるのでは。クリスマスだから許されるやろか。まあプレゼント効果本来ランダムやしね。いや、どうしよっかな。いや、正直今回決めあぐねてるんですよね。誰にしようっていう感じじゃないんですよね。まあ、だとしたら、まあ、全体を鳴らすって意味では、コウ君あたりに渡すっていうのもありかな。とりあえず全体を鳴らすために、一番好感度の低いコウ君に、プレゼント渡そうと思います。多分これやろ？うん。あ、行こう。あ。あははは。おしゃれやな。ストールもこの紫のやつでいいんじゃない？そして、俺は残念ながら上着は着られない呪いがかかってるので。あ、そっか、どっちかしかつけられないんなら。せめてちょっとストールでダウンを取ろう。コートとか着られないんよ。
これはダメやろ。あ、じゃあこれでいきます。あ、行こう。紳士淑女の皆さん、うん、天の橋邸へようこそ。うん、この聖なる夜を心ゆくまで楽しんでください。あまり羽目を外さないようにね。ほう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 、なるほど。これ多分一角さんだよな。へえ。なんか3では一角さんが喋ってくれるやな。でも4には全然一角さん出てこないよな。ああ、話してみたかったな。この様子だと今回は一角さんに会えるのかもな。おう、それでは良いイブを。メリークリスマス。あははは、ありがとうございます。お邪魔します。はい、バンビー、メリークリスマス。おお、すごい素敵やね。いや、さすがモデルさんやな。なんかもう自己プロデュースが上手やな、カレンさん。あー、カレンさん、メリークリスマス。いい、いいね、バンビ、いいよ、いいよ。おっさん、せっかく素敵な格好してるのに。出てきてるよ、おっさんが。もう、全面に出てますよ、スタンドが。だからね、カレンさんには全然かなわないけどね。そやで、ちょっと忘れないで、自分が女子で今素敵な格好をしていることを取り乱さないで。そんなことないよ。うふあー、なんかちょっと逃げたくなってきたな。嫌やな、ここにいるの。こんなに素敵なドレスを着た女子なのに。なんやろな、すごくなんか嫌な気持ちになるわ。おっさんがすげー見てくるんだもの。カレンさんに褒められちゃった。おっさんがすげー褒めてくる。あ？もう、私はちょっと挨拶回り行ってくる。じゃねー。あははは。あ、なんかちょっとおっさんが落ち着いたみたい。今のカレンさんとならおしゃべりしたかったのにな。おっさんが消えるとすっていなくなる。あ、え、なるほど、俺と話してくれるのカレンさんしかいないんやな。悲しい。あ、まあまあまあ、今回はコウ君のために用意したプレゼントなので、あ、これ渡すんだから来年は来てくれよ、コウ君。お、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。なんだろうな、ちょっと悪霊感みたいな声のサンタさん。あはは。まあでも俺と裏でつながってる人やからね、ちょっと悪びれたとこ出してるのかも。俺に任せときみたいな気持ちが声に出てます。じゃあこれから3年間よろしくお願いしますね、サンタさん。何が回ってきたんだろうね。全然予想がつきません。えい。使い込まれた六角レンチセット。家にあったもん適当に詰め込んできやがった。何に使えばいいんだろう。おい、JK は六角レンチだけ渡されても困るんよ。俺にどこのボルトを締めろと。ああ、クフ。お前の持ってんの、俺が出したやつじゃねえか。なんで六角レンチをプレゼントボックスに入れた。まあ、家にあるもん適当に放り込んでやろ。ほんとに、あれ、こうかなもん。ああ、俺はちゃんと商店街まで買い物に行ったんよ。そして君が好きそうなものをね、メタ的推理で見つけているよ。あ、なんだ、お前のか。また俺のことハズレだと思ってるな。おい、ちゃんとプレゼント見て、そして謝れ、その態度。そして、おほほほほ、なんか、はあ、やっぱ、あはははははは、60年代とかの、ほほほ、アメリカの感じが好き。あ、そういう感じなんだろうな、こういうスーツは。
ここおしゃれやね。私服強めやけど、スーツ素敵やね。お、いいじゃねえかこれ。もらっとくわ。お、嬉しそう。ただ俺は持って帰るのも憂鬱だよ、重いし。六角連中束やろ。なんでこれ入れたか説明して。喜んでくれたのは嬉しいけど、俺はドレス姿で中古の六角レンチ持って途方に暮れています。 JK が六角レンチ欲するタイミングはなかなか来ないんよ。初めてのクリスマスイブが終わりました。六角レンチを持って帰ります。俺バッグも持ってないんでね、素手で六角レンチ持って帰ることになります。聖夜に現れたちょっとした危険人物や。楽しくクリスマスパーティーを過ごしただけなのに。キロはこの六角レンチ一つで修羅場の香りのするよそに様変わりですよ。説明してほしい。コブには説明責任があると思う。じゃあコンの先輩をスキーに誘おうかな。いい。はい、コンのです。どうも。あ、冬の海も行きたいけど、冬の海好きそうな人って誰やろな。設楽先輩とかかな。ただ寒いって文句言いそう。とりあえず得意と噂のスキーに行こう。うん。あ、なんか雪だるまも滑ってたな。先輩得意なんやろスキー。大丈夫、その日は空いてる。開けてくれると信じていました。行こう。あ、一年を振り返ってみると、うん、あはははたくさん勉強した。お正月が来ました。新しい一年の始まり、なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状が届いてる。届いてる。あ、じゃあせめて一枚はあると。カレンさんだけかな。おお。ハロウィンかなこれ。ハッピーニューイヤー書いてあるけど、これはハロウィンやろ。ルカ君からだ。わ、これ甘そう。ルカ君らしいな。今年のコンセプト満腹。ルカより。なんだろう、鏡餅の代わりに、あ、パンケーキ焼いたんかな。好きな食べ物なんかな。これはハロウィンのポストカードにしか見えない。あ、これは10月もまた使えると思う。おお、ハッピーニューイヤー、よろしく、コウイチ。コウくんからだ。全面トラ柄ってすごい迫力。さすがコウくん。名前にトラ入ってるしね。ぽいね。おお、お？ウガジンさん。カレンさんくれないの。あ、先にウガジンさんなのかな。ってことは男子は桜井兄弟だけか。しかもあの二人は家知ってるし、幼馴染だから仕方なくくれた可能性あるよね。俺は去年男子と全くお近づきになれなかったと。おお。カジンさんからだ。バンビューン？なんだろうそれ。お？バンビューンって何？ハッピーニューイヤーバンビ。今年の運勢、旅行運、北に幸あり。北。おお。バンビューン？まだまだこれから。おお、なるほど、これかバンビューン。なんだバンビューンってほんと。星の導き、さらなる飛躍。ほほほほ。主欲わからんけど。よう。さすがやな。ハッピーニューイヤー。去年はバンビに出会えた記念の年。今年も引き続きよろしく。カレン。あははは。これは、カレンさんだね。あ、バンビの絵だ。私用に作ってくれたのかな。確かに。あははは。あ、ウガジンさんもバンビの絵描いてくれたけどな。あ、二人とも俺のためにバンビを。あ、ただ、俺はこのあだ名納得はしてないからね。あと、QT3 も恥ずかしいなって思ってるからね。冷静に考えて。QT3
3のバンビだよ。納得はしないからね。おお。青春ってなんだって書いてある。俺に聞かれても。おお、なんかぽいな。大迫力やな。まさこ先生からだ。トラだよね。かわいい。あ、かわいいな。あ、トラ感出てるやん。かわいいやん。あ、初詣どうしようかな。ここで電話がかかってこないっていうのはもう自分から営業の電話をかけないと男子は来てくれないということで。いや、この中で今来てくれる男子って誰だ。いや、わからんぞ。え、いや、誰だ。これむずいな。誰を誘う。いや、ルカ君なら来てくれるかな。設楽先輩かルカ君あたりは来てくれそうな感じやけどな。そんなことないんかな。あー、でもこれペアになってるんだとすれば、やっぱりルカ君とコウ君は平等に仲良くした方がいいと思うんですよ。うん。最終的にどこかのペアに着地しなきゃいけないのであれば、まあ、安牌なのは、さっきクリスマスプレゼントを渡したことで好感度が上がっているはずの、コウ君の相棒になるであろうルカ君に行くことなんですけど、ただそうするともうルートが確定しちゃうんよな。どうしようかな。多分この様子だと今回ってある程度ペアで着地していくような感じなので、今どのペアにしようか決めてない以上、ちょっとさっきクリスマスプレゼントを好感度を鳴らすために渡したコウ君の相棒であるルカ君よりも、もう設楽先輩に電話してみようかな。 OK してくれるかな。まあでも前回のデートもいい感じは撮ってるし、いけるのでは。かけてみよう。うん。はい。どうも。明けおめです。あ、設楽先輩ですか。出ましておめでとうございます。広瀬です。お前か。明けましておめでとう。なんだ、新年早々。あの、これから初詣に行きませんか。行ってくれよ。頼むよ。なんで？おー、必ずなんでって聞く。ただ、なんでって聞くときは OK なのでは？お正月なので。寝てる方がいい。そもそも暇がない。寝てる時間はあるんか。寝てる方がマシだと。残念。初詣は一人で行こう。あ、これもしかして、カレンさんたちも来てくれない感じ？お、これはきっと。明けましておめでとう、バンビ。待ってたよ、おっさん。カレンさん、明けましておめでとう。どうしたの？あのさ、これからミオと3人で初詣行かない？女子との初詣初めて行けます。あ、嬉しいな。あ、楽しそう。あ、俺今男子に振られたとこだったんでね。嬉しいです。染み入ります。じゃあ決まり、今すぐ迎えに行くから待ってて。ありがとう。あ、着替えか。いやいや、ないよ、振り袖ないもん。この格好で行くよ。迎えに来てくれるんやな、よく考えたら。明けましておめでとう。ありがとう、わざわざ迎えに来てくれて。待ち合わせでよかったのに。明けおめ。明けましておめでとう。明けおめ。明けましておめでとう。ごめんね、迎えに来てもらって。あ。てか、俺の家の玄関を、なんか、豪華やな。じゃあ、行こう。うん。わあ。人、すごい。うん。人混み嫌いそう。宇賀神さん、人混みも初詣の醍醐味でしょ。好きなんやな、人混み。そんな醍醐味いらない。
嫌なんやな、人混み。はぐれないようにしないと、どっちでもいいやな、人混み。いいから行くよ、突撃。あ、突撃はやめて、順番は守って、あとモラルも。あ、何をお願いしようかな。あ、今んとこ誰にしようって決めてないし、あ、学力も比較的高いので、あ、とりあえずストレス下げとこうかな。あ、そういえば鈴尾に触るの忘れだな。あ、まあ稽古で痛いです、お願いします。その願い叶えて神勢よ。なんやろな、なんか3に出てくるこうなんかサポートキャラみたいな人、みんな全体的に悪役みたいな声の人が多い。さっきのサンタさんもなんかちょっと悪かったし。あは、でも叶いそうな気がする。あはは、ありがとうございます。あ、おみくじ。おみくじ。おほほほほ、星の導き的にはどう、おみくじ。引いてみよっか。あはは、ミュウさんなんかでも険しい顔してるけど、なんか相性悪いんかな、星の導きとおみくじは。うん、俺は引きたいけど嫌かな、ミュウさん。気は進まないけど、バンビがそう言うなら。あはは、やっぱちょっと嫌なんやな。まあまあ、でもちょっとやってみようよ、せっかくやから。文句言わないの、気楽にやればいいんだから。あはは、はまあ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 、健康でストレス下げたんで最悪大凶でもいいよ。まあ嫌やけど。あ、私の運勢は、うん、末吉。あはは、末吉か。でも今日じゃないだけよかったかな。ああ、二人は何を引いたのかな。せやな、やった、大吉。おお、よかったね。うがじいさんは？あー、すごい。うがじいさんは？大凶。嘘。マジか。星守ってくれへんの。もしかして、星たちはおみくじ嫌いなん？あちゃー。まあ、気にしないで、高いとこに結んであげるから。ほう、高いところ。大吉で包んであげるのが、恋のテクニックみたいやで。てか、俺だけ中途半端やな。ちょっと悔しい。気にしてない、星の導きを信じるだけ。なるほどなるほど。おみくじ側としても、あんた星の導き派の人やなって言って、あ、ちょっとこれでも持っときって、ちょっとイラッとしちゃったのかも。でも宇賀神さんには星の導きがあるから、このもの聞かないわよということやな。極端な二人だね。ああ、ただ俺活躍できてないな。 QT3 として恥ずかしいよ。さーて、初詣も済ませたし帰ろっか。今年もよろしく。あ、あ、私もよろしく。うん、よろしくね、宇賀神さん、カレンさん。あは、今年も1年いたしてありますよね。あは、現地カレンさん。おうほうほう、え、もしかしてわざわざもう一回届けに来てくれた？おうおう、カレンさん一人で戻ってきてプレゼント渡しに来てくれた。あ、今日俺の誕生日なんです。あ、カレンさん。バンビ、遅くにごめん。いやいや、とんでもないよ。わざわざ何度も来てもらって申し訳ないね。わざわざありがとう。いいけど、どうしたの？どうしたもこうしたも、これを言わないと私の新年は始まらないの。さっき一緒に初詣に行ったし、出会って初の誕生日やけどね。え？誕生日おめでとう。あとはプレゼントもね。はははは、いやなんかすいませんね。あ、ありがとう、覚えててくれたんだ。もちろん、忘れるわけないもん。じゃあね、チャオ。ありがとう、嬉しいな。あ、
何くれたんかな。かわいいもの好きのおっさんだからね。どんなものくれるのか楽しみやな。えい。シャワージェルラジュ、シャワージェルラズベリー。ほう。シャワージェル。そしてラズベリーの香りのシャワージェル。ほう。かわいい。やっぱおしゃれ。わあ、素敵。これ、カレーさんも使ってるのかな？ほう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 。一年目からこんなこと言う？漫才の相方探してるんだよね。ここは俺たちが来ていい場所ではなかった。情け容赦ないクイズを一晩でこの装い忘れられる？できれば無機物の中ではトップ狙いたいですね。お前が連れてきたんやろって言われたらもう何も言えないですな。